ちいいだ。天つかぜ、雲の通いじ吹き閉じよ。乙女の姿しばしとどめん。そうですか。私が離れている間にそんなことが。そういう軍師殿だって、さっきため息ついてたぜ。ああ、信玄様は必ず元に戻す。そう心に決めちゃいるぜ。いるけど、仲間になって日の浅いオイラですら心配なんだ。おめえらの気持ち考えりゃ。希望を捨ててはなりません。まだ全てが終わったわけではありませんよ。長政様のおかげで濃姫のところも分かりましたし、今は元気を出して前に進みましょう。ご自身のなさったこと後悔もしていらっしゃいましたし。申し訳ございませんでした。私が闇に飲まれていなければこのような事態にはなっていなかったはず。しょうがねえよ。おめえんとこはもともと信長の同盟国だったわけだし。はい、信長様のことは姉のように思っておりました。お市にもよくしてもらっていますし、だからといって許せぬこともありません。闇の力に頼るなど間違っているのです。かくなる上は名誉挽回のためにも私も皆様と共に。その代わりというわけではありませんが、濃姫の行く先に心当たりはありませんか。濃姫様の、それならば大丈夫ですか。無理はなさらないでください。闇に囚われていた間の記憶をたどろうとすると頭痛が。ですがうっすらと思い出しました。以前濃姫様に言われて沢山の城を織田家に差し出したのです。あの城はこの地と信長様のいる安土との間に位置していますので。はい、おそらくこれで少しは皆さんのお役に立てたでしょうか。ええ、助かりました。向かいましょう、沢山城へ。この近江の血が収まりましたら、この長政もできる限りの尽力をいたします。どうか皆さんのお力でこの世の闇を払ってください。動けない長政様の分まで私たちで頑張りましょう。ああ、そろそろ城が見えてくる頃じゃ。って城より先にヤバいのが見えてきやがったぜ。長政様の情報の通りですね。面白いもんが見られるぜ。びっくりしたよ、濃姫が僕を招いてくれるなんて。話ってな。決まっているでしょ、あなたのその態度のことよ。もう少しきちんとしようとは思わないの。あなた、信長様の命令を何だと思って。信長様は僕の好きなようにしていい。あなたなんかがいつもいつも信長様のおそばに。それはもちろん、僕が信長様のお気に入りだからだよ。あれあれ、もしかして僕に嫉妬してる。醜い、醜いよ。お黙りなさい。私には分かっているのよ、あなたは必ず信長様にあだなす存在になるわ。はあ、信長様のために血を流し続けてる。ええ、そうね、見境なく狂ったように。その矛先がどこへ行くか分かったものじゃないわ。見つけた。しまった。血ねえ、君たちの血見せてよ。備えは万全か。
たちの殿下に一歩近づいたわね。あなたはここで死ぬからよ、光秀。もうやめろ。あら、よりによってあなたが光秀をかばうなんてね。黙れ。俺は別にこいつをかばったわけじゃない。ただ俺はお前のやり方が許せないんだ。こんなのは間違ってる。信玄様の時も道山だってそうだ。たとえ敵だったとしてもやっていいことと悪いことがある。違うか。暑苦しいわね。相手をする気にもなれないわ。あなたを倒したところで信長様は褒めてもくださらないだろうし。失礼するわ。おい待て。
一人でことをなさねばならないわけではありません。力は集めるのです。あなたを支え、共に戦ってくれる人々の力を。わかりませんか？今あなた自身が言ったではありませんか？自分は信玄様や謙信様とは違う。ならばそのお二人の力をお借りすればいいのです。信玄様と謙信様だけではありません。今だってあなたの周りには心強い仲間がいるではありませんか。これは軍師殿と行くぞ。おいらもだ。及ばずながらこの私も。ですがまだ力が足りません。はい、他にも龍脈の力から解き放ってあげれば力強い味方になってくれる人がいるかも。長政みたいに元は悪いやつじゃない敵もいるわけだからな。さあ、そのお話をしなければなりませんね。信玄様の居所が分かったのです。信玄様の？はい。ここから半日ほど行った山奥に流血があるようなのです。その周辺で兵の出入りがあり、信玄様らしき姿が目撃されたとのことでした。We'll be right back.